何を作ってる会社かというと、 GoPro 専用のジンバルを作っています。面白いのはここ見てください。今 Android フォンが載ってるんですが、 Wi-Fi で絵を見ながら操作ができます。操作ができるだけではなくて、ここにアップダウンのボタンがついてまして、これアップすると、アップダウンを押すと、こういうふうにカメラが高さを変えた状態で安定するという形ですね。逆に下げてみますね。下げた状態で振っても安定した状態で絵が撮れます。で、撮った絵はこの Android で撮れると、確認ができるというふうになっています。購入をしたくて値段を聞いたんですが、350ドルってことなんですが、リリースは2週間先ということで、残念ながら購入はできませんでした。あとプロトタイプになるんですが、こちらですね、長いこうハンドルの先に GoPro のリモコンがついた状態で、ハイもローも取れるような形の商品も現在開発中ということでした。値段も非常に安く、性能もいいので、日本でも入手をして使ってみたいと思います。